皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はこちらの本のご紹介をしたいと思います。じゃん、小さな会社が大きく伸びる55の最強ビジネスモデルということでですね、私がお世話になって経営塾の先生である藤村俊先生の、新刊でございます。なんとこの本ですね、発売翌日にはもうたちまち増刷決定ということで、重版決定ということで、とても人気の勢いのあるビジネス書でございます。こちらの方ですね、私も、購入をしました。そしてですね、実は私のことも書いてくださっております。145ページに載ってますので、まあ、これの中身と、あとこの本がどういう本なのかっていうことも合わせてちょっと魅力をですねお伝えしたいと思います。まあ、私の部分はほんの半ページぐらいなので、チラ見せっていうことで実際に書いてお話ししちゃいますね。はい、多品種の品揃えということで私のビジネスモデルをご紹介してくださってます。読みます。戦略の概要、品揃えを多くしてないものがない状態にする戦略です。一つ目が、沖縄県の、商店で玉商店っていうお店のことがご紹介されてますけど、私の事例は二つ目ということでご紹介されてます。二つ目は、既存顧客があなたのファンであり、あなたから多品種の品を買いたいと望んでいるケースです。例えば非常識な教室コンサルタントの高橋貴子さんは2018年9月と10月だけで18回の多種多様なセミナーを開催しました。内容は料理動画写真講座セミナー、集客動線設計セミナー、チラシ&ホームページ作成講座、電子書籍写真集出版講座、ワードプレスホームページ講座、法人企画書セミナー、先生になりたい人のための講師業育成講師業あ講師養成講座など多種多様です。ファン教師の先生など多数の既存顧客である先生業の方から、こんな講座をしてほしい、あんな講座をしてほしいと言われ、多品種のセミナーをされています。高橋さんが単一のセミナーだけをしていたらお客様は困ってしまうでしょう。多品種の品揃えをしている競合会社が近所に不在のケースや、既存顧客があなたから多品種の品を買いたいと望んでいるケースでは、多品種の品揃えを検討してみてください。ということで、確かに私はこのモデルで紹介されているように多品種のセミナーを持ってます。おそらくですね、ざっくり30から、まあ、40近くは持ってるんですけど、いつでもそれを開催してるわけじゃなくて、今欲しいっていう時に欲しい人何人いるっていう話をしてですね、手を挙げた人が4人とか5人揃ったらじゃあやろうかみたいな感じでやることが多いので、品揃えは確かにあり、でこれが普通の物販と違って、コンサル業のいいところは在庫を持たなくていい、在庫は頭の中にあるだけなんで、それを仕入れてそこに置いといて、そのものの場所を取ったりとかないんですね。言われた時にいいよって言って日付立てて組めばそれでできちゃう、売れちゃうっていうことになるので、ビジネスモデルとしては、コンサル業っていうものの多品種品揃えっていうのは可能な限りであれば非常に効率のいい戦略になっていくなというふうに思ってます。私の場合にはあともう一つ特徴なのがですね、多品種の品揃えはもちろんできるんですけど、品揃えはいくらでも作れるっていうことです。こういうものが欲しいって言われた時に、その内容の組み合わせとかで作っちゃうですね、その時に。でこんなセミナーどうって言って、あそれ習いたいですって言って募集するみたいな、そんな感じなので、まあ、ある意味言われれば無限に作れるっていうことですね。まあ、ただそれがその時間を奪ってしまうとか、そういう意味でいい悪いっていうのはあるのかもしれないですけど、まあ、人が関わらないところで言えば DVD の販売とか、それでねやっていくっていうこともできるので、私はリアルが好きなんであまり DVD の販売っていうのは積極的にはやっていないんですけれども、時間っていうことを考えたらそのあたりはやっていく必要があると思うんですね。で、まあ、私の例もまあさておきですね、この本の秀逸なところはビジネスモデルが分析されていて、すごいそれがヒントになるように書いてあるっていうのが一番すごい
ところだと思います。ビジネスモデルの本っていうのも確かにあるんですけれども、藤村先生はですね、そのビジネスモデルの研究をいろいろやってて、その一つの授業は何個かの組み合わせでできてるみたいなのをこう細分化して落とし込むのをすごい鋭い目で分析しているんですね。で、結局その55のビジネスモデルっていうのは、こちらの方にね書いてあるんですけど、ステップバイステップで作り上げる55のビジネスモデルっていうのがあって、1から55までいろいろあるんですよ。で、これを上手に組み合わせをすると、ご自身のそのビジネスの骨格がさらに強く整っていくっていう、そういうモデルになってまして、私は個人的にはですね、この2章と3章が好きです。2章がですね、あなたがよく利用する会社やサービスのビジネスモデルを徹底分析っていう、ここがなるほどと思って、例えばアマゾンのビジネスモデルはこうなる、こうなっているとか、私は個人的にキングコングの西野さんのことをウォッチしている人で、彼のオンラインサロンとかにも入ってますけれどもね、いろいろな動線設計をされていたり、いろんなチャレンジをされているっていう部分では非常にためになる部分がありますし、それがどういうものなのかっていうのがこう分析されているので、自分が思うこの商売、この会社はこういうビジネスモデルなのかなっていうのを考えた時の答え合わせに使っていくのでも素晴らしい、あ、なるほどなるほどって思いながらですね読んでます。例えばAmazon のビジネスモデルは16個のビジネスモデルが複合で入ってますとか、あ、そうだよねそうだよね、確かに確かにってね思いながら、なのでこれを見ながら55個のうち自分が何個ぐらいのビジネスモデルを組み合わせながら今できているか、さらにもうちょっとプラスアルファでできないかっていうのを考えただけでも、おそらく売上がアップするはずなんですよね。いろいろとね面白い戦略が書いてあります。ビジネスモデルの観点からそれを考えるっていうのは非常にこう大事な話で、私も非常に参考になったんで、うちのコンサル生のメンバーにもね、これをベースに新しくビジネスモデルを作りたい方とかは、構築の時の一つの指南書にしようかなというふうに思ってます。あと実際の事例ですね、藤村先生も見た実際の事例のところも載っていて、こちらの最後のページですね、人生とビジネスを大逆転した成功事例に学ぶっていう、ここも結構人気の章のようです。なので、これを読んで、ああなるほどっていうのを持って、自分のビジネスに取り入れられるところがね入れられたら非常にいいんじゃないのかなと思います。俊先生はどん底も味わってるし、そこからまた這い上がって立ち上がってる人なので、すごく強い、そういう意味では強い方です。で、非常にこう心に響くような応援歌、エールも入った素敵なビジネス書になりますので、ぜひこちらも読んでいただければなというふうに思います。そして今現在ですね、この藤村先生と、あと私のコンサルタントである、菅谷真一先生ですね、そのお二人が、先生となって贅沢に教えていただけるビジネスの経営塾の、内容説明とか、あとはどんな形であなたのビジネスを変えていったらいいのかっていうもののヒントをもらえる説明会とかが、4月中、品川、あと名古屋、大阪かな、そのあたりで開催されています。まだ若干お席があるようですので、ぜひこの機会にですね、会いに行くだけでも、儲かりますっていうお二人ですので、ぜひそちらの方のビジネス大会の説明会、こちらもご参加いただければなというふうに思ってます。高橋貴子おすすめの一冊、ぜひ皆様のお手元にどうぞということで、私からの、推薦のコメント以上になります。それでは。